覚ゲノム学講座の森博史です。我々の研究室ではメタゲノムとメタボロームという2つの研究を主なテーマとしています。これはバクテリアのゲノムのほんの一部です。時代はゲノム解読から環境中の生物すべてのゲノムを解読するメタゲノムへと移行しています。我々の研究室ではさらに生物が生産する複雑な代謝産物の集合メタボローム、この2つのメタを主なテーマとして研究を行っています。メタゲノムとメタボローム、両者がコンピューターの力によって一つになり、そこから見えてくる新たな真実を探求しています。